世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日はマルコの福音書の11章をこの読みたいと思います。23節から、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。でここで、奇跡のことが述べられています。動いて海に入れと言って言った通りになると信じるのならばその通りになると、こう書いてあるんですね。でここで言うということが出てきます。私たちの告白は信仰の歩みの上で重要な役割を果たします。私たちが何をしゃべるかは神様の働きと大きな関係があるのですね。そしてここで言うということに大きなポイントがあります。このマルコの福音書全体は3つのポイントを言っています。一つは、マルコの福音書の全体といいますか、11章の22節から24節ですが、神を信じるということ、もう一つは受けたと信じるということ、そしてもう一つは告白をするということ、これが重要なポイントなんですね。で今日は受けたと信じることと告白をするということを述べたいと思うんですが、これが大きな祝福とポイントとなります。私はですね、かつて病気になりました。そして自分の人生がどうなるかわからない瀬戸際に立てられたのです。しかし神様がいらっしゃいました。皆さん、困難の中にいる人はですね、神様がいらっしゃることに感謝していただきたいと思うんですね。神様は皆さんの困難とか問題から必ず救い出してくださいます。私は 100% 神様によって助けられていきました。そしてですね、その時も助けられたんですね。私は祈った時にですね、神様に癒すと言われたんです。それで、私は治るんだというふうに思いました。しかし聖書ではね、御心ならば受けたと信じなさいって書いてあるんです。そして告白しなさいと書いてあるんですね。でこれを具体的にジョージ・ミューラーの本を通して学んでいたので、私はこれを実践することになりました。周りからはおかしな人だと思われるようになりましたが、私は言ってったんですね。治すと主が言われたので聖書では受けたと信じなさいだから治ったんですよね。そして告白しなさいということを言われていたので、私はですね、告白を始めたんですね。青い顔をして、そして、まさに病気だと思うような時で、人々が、お体の具合はどうですかって言った時に、私は治りましたって言いました。で健康ですって言いました。また私がですね、入院して人がお見舞いに来た時に、お体はどうですかって言った時に、私はですね、健康ですと言ったんですね。そしてですね、点滴とかなんかをしながら、ベッドに横たわっている時に、人が来た時に、そしてお見舞いに来た時に、私は、健康ですとこう言ったんです。またそれを焼いた人たちはちょっと嫌な顔をしました。ちょっと失礼になったようですね。しかしそれは私が相手に対して失礼なことを言ったんではなくて、信仰告白をしていたんです。で私はその時に受けたと信じて口で告白をしていたんですね。私の病気はどんどん悪くなりました。しかし私は治ったと告白していきました。そして何年か経ったんですね。そして人々は呆れていました。しかしこれは聖書の原則なのです。それで私は治ったと告白してたんですね。それで時が来た時に私はですね、治ったのです。そしてそれから25年間一度も私は病院に行ったことがありませんでした。歯医者以外の病院ですね。完全に体が治り、癒され守られたのです。受けたという信仰、またその告白は重要な意味合いを持つということを覚えておいてください。
それは信仰の歩みの中で大きな効果をもたらすものなんです。どうもありがとうございます。